問題解決学習法とは、アメリカの教育学者のジョン・デューイの学習理論。学習を能動的なものと規定し、知識の暗記に見られる受動的なものを脱却し、自ら問題を発見し解決していく能力を身に、つけていくことに本質を求めた。デューイは、マックマスター大学の付属の実験学校において、社会科の授業の中で、初めて問題解決学習を試みた。 教師があらかじめ準備した授業案に従って学習するのではなく、与えられたテーマについて、個々の生徒が平素、疑問に思っていることについて、それぞれそれはどうしてだろう。と考え、その仮説が理にかなうかどうか、自分たちの足やとインタビューや実地調査をして確認していく。もし外れているなら、また新しい仮説として立ててみる。その悪戦苦闘を繰り返す。 思考錯誤のプロセスの中に学習の目的があるし、またその過程そのものが学習と言ってもいい、とデューイは考えた。すなわち、最終的に答え正しい解決に到達したかどうかよりも、むしろその過程を重要視する学習理論と言える。教師が準備し、設計したステップを踏んで学んでいく、系統学習ではなく、生徒自身の自発性、関心、 能動的な姿勢から自ら体験的に学んでいく努力の価値を評価するということである。人によっては課題解決学習という言い方をすることもある。そうした学習方法の一つの具体例として生徒自らが問題を作り解くというものがある。PBL の起源は1960から70年代北アメリカでの医学教育に遡るとされている。 文部科学省は大学教育改革のためにアクティブラーニングを推奨しており、その一環として課題解決型学習を挙げている。ありがとうございます。